日本代表として歴代最多出場数を誇り、40歳の今なお J リーグで活躍し続けている遠藤保仁。2009年のアジア最優秀選手や2014年の J リーグ MVP など、個人としても数々の栄光を築いてきました。そんな遠藤の代名詞といえば、一時期話題となったコロコロ PK ではないでしょうか。今回はそんなコロコロ PK についてと、それに対する海外の反応についてまとめてみました。一般的に PK では強くシュートを蹴り込む選手が多いです。それはもしキーパーと同じ方向に蹴ってもセーブされないように蹴り込んでいるからですよね。しかし遠藤の考えは違いました。シュートをするまでにゆっくり助走を開始し、ボールを一切見ることなくキーパーの重心の動きをじっくりと見極めます。そしてキーパーが反応した方向とは逆に蹴り込み PK を沈めます。そのシュート速度はかなり遅く、その様子を見てコロコロ PK と言われました。ちなみにゴールキーパーが動かなかった場合はサイドに強く蹴っています。リーグ戦での PK 成功率は9割以上で、 J1 での通算 PK 得点は30得点以上をなんと記録しているんですね。現在は加齢による目の動体視力の低下の影響でコロコロ PK は封印していると語っています。ちなみに動体視力が戻ればコロコロ PK を行う可能性があるとも語っていますね。次にこの遠藤のコロコロ PK についての海外の反応について取り上げたいと思います。まず遠藤のコロコロ PK が話題となったのは2007年の日本代表対オーストリア代表戦。ヨーロッパ遠征に臨んだ日本代表、試合は0対0で、本来親善試合はここで終わりなんですが、 PK 戦があり3対4で敗れました。この PK 戦のキッカーを務めた遠藤、いつも通りにゆっくりと助走を行い、キーパーの重心を見極めコロコロ PK を沈めました。この PK に対し相手の監督は笑顔を見せ、海外メディアも見たことのない PK を取り上げ話題になりました。次に話題となったのは2008年のクラブワールドカップ。アジアを制覇したガンバ大阪対、当時ヨーロッパを制覇しクリスティアーノ・ロナウド、ルーニー、テベスなどスター選手を擁していたマンチェスターユナイテッドの一戦。試合はガンバ大阪が3対5と敗れてしまいましたが、ガンバ大阪の3点目となるゴールは遠藤のコロコロ PK でした。後半40分に決めた PK の場面、相対するのはあのオランダの名ゴールキーパーです、ファンデルサール。遠藤はゆっくりとした助走からコロコロ PK を左隅に決めました。同じ方向へ飛んだファンデルサールが伸ばした右手から逃げてくように球筋にカーブをかけ、ゴール左隅ギリギリに流し込んだ、そんな一発でした。いつものコロコロ PK よりも少しスピードを上げたコロコロ PK でしたね。遠藤も試合直後に、でかくて反応も早いからいつもより少し早いボールを蹴ったと認めています。世界の200カ国以上で中継された一戦であり、遠藤が PK を決めた瞬間、イングランドのテレビ実況があんな緩い PK をプロの試合では見たことがないと驚きの声を上げていました。遠藤は世界に向けて自らの得意技を十分アピールできた一撃でした。いかがだったでしょうか。今回は遠藤の代名詞でもあるコロコロ PK について特集いたしました。他にも様々な選手について特集していきたいと思いますので、この動画が良かったらチャンネル登録とグッドボタンお願いします。